根カンフー武術学院の総教練真鍋学山でございます。本日はですね、愛知支部の練習風景をご覧いただくことにいたします。今回は、英春拳の初歩の段階といたしまして、対人練習の初歩はですね、セヨンチーサオとラプラ、こちらの方をしっかりと練習するということになっております。それが終わりますとですね、それからの変化というものを練習することになるのでございます。セヨンチーサオからの最初の変化はですね、セヨンチーサオからラップダーに変化するというような練習でございまして、そしてまたラップダーからはラップダーから、パンダー、こちらの方に変化する。そして変化したものをですね、チュンマーボンサオで防御するというような練習法になります。こちらの方ですね、まず練習の方を見ていただきたいと思います。個別にですね、またスローモーションですね、どういうふうな変化をしておるかについてはご覧いただきたいと思いますので、まずは、普通の速度でですね、やってるところを見てください。初心者の方にはですね、あまりにもスピードが速すぎて何やってるのかわからんという感じになるかもしれませんので、ちょっと遅い速度でですね、見ていただきます。どうぞ。全体の動画を見ていただきましたが、今回次からはですね、ちょっとスロー再生させていただいて、どういう風になっているか解説していきたいと思います。まずはですね、セヨンチーサオから変化いたしまして、ラプダを仕掛けます。で、仕掛けられた方はですね、ラプダから、してくるのをチュンマーボンサオで防御します。そしてそこからラプダに移行していくという、そういう技術でございます。まあセヨンチーサオとラプダというのをしっかり練習した後にですね、こんな感じで対人練習を行っていくということでございます。スロー再生しますんで分かりやすくはなっているとは思うんですが、
よろしくお願い申し上げます。ご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。